沖州王城は、兵庫県姫路市にある日本の城、国の史跡に指定されている。姫路市夢崎町風を糸田にある標高370メートルの沖州を山に、ある山城で、姫路市の中心部の北10キロメートルに位置し、北から南に夢崎川が流れ、川沿いに万端街道がある要所に築城された。旧夢崎町が、国の史跡指定を目指した調査を実施した。 九百九十六年三月二十八日に、白旗城跡、環状山城跡とともに、赤松市城跡の名称で、国の史跡に指定された。沖潮城は、築城してから、城割までの約百年間に、赤松市五代にわたって城主が変わった。本丸跡三の丸跡二の丸跡かの石垣、沖潮城のクルは、小さいものを含めると六十以上あり、クル壁面下部に、 土めとして低い石垣が築かれている。沖潮城の周辺には市場ではないかと思われる次のような城が点在している。これ以外にも数多くの市場があったと思われている。赤松正則は針馬国守護に任じられ、姫路城を本拠地としていた。田島国からの侵攻に備えるため、防御に優れた山城が必要になって沖潮城を築城し、姫路城には 小寺豊か食を入れて、沖潮城の市場とした時期もあった。沖潮城登山口、沖潮城登山口付近にある駐車場。ありがとうございます。